します。まもなくイベントベルーガの不思議な魚の食べ方が始まります。このイベントはベルーガ水槽2階面左側のエリアを使って行います。本日は大変混雑しており、皆様にはご迷惑をおかけしております。前に座ってご覧いただいている方は後ろの方が見えるように必ず座っていただくことを条件にご観覧ください。また後方立ち見のお客様は最後列1列のみとさせていただきます。あらかじめご了承ください。皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願いします。言われている通り体の白いのが特徴的ですよね。そして他にも様々な特徴を持っています。ベルーガはこのように首が大きく的なのが背中に背びれがありませんよね。名前をナナと言います。はい、ナナも上手に来てくれましたね。はい、口を開けて皆様にご挨拶アピールですね。そしてこんなこともできます。砂の中にはこのようにイカナゴがいます。ベルーガはこの砂の中に隠れているイカナゴを捕まえて食べようとしているのですが、一体どのようにして食べるのでしょうか。この筒の中を砂の中だと思ってください。そしてこの砂の中にはシシャマが入っています。このシシャマを隠れているイカナゴだと思っていてください。それではいきますよ。海水を吹き吸い込んで魚を食べる。食べてますね。さあもう一度食べています。さあ頑張っておいで。よいしょ。アワノはせーのほい。では体勢を整えてからいきますよ。せーのほい。はい、上手にできました。ちょっと泡まじりでしたね。ではいきますよ。せーのほい。アワノは今回の中では一番綺麗なリーができたのではないでしょうか。さあ、ナナがバッチリと決めてくれたところで今回のイベントはこれで終了となります。最後までのご観覧誠にありがとうございました。